ピッチのこの一定感が難しいでしょ。はい。ここで一生懸命今。この番組は。ということで皆さん、ちょっとラフに、なんか今ブレスの話とか、姿勢の話とかいろいろしていただきましたけど、ちょっと関連性を適当に、もう本当にもう画角とか何も気にしないですからね。何も気にしないぞ、と思いながら。こっからは僕とマホンさんの趣味の世界。いや、ほんと趣味の世界で、逆に、見とれてる。やば、はや、ハヤトさんしかずっと、僕のチャンネルなのに。むしろ、あの、僕は押しますよ。あ、いいですか。ありがとうございます。例えば、はい、これね、モンザー、例えば、引用しましょうか。じゃあ、動いてるけど、まあ、入ってる状態です。綺麗な音ですね。で音にもこうバイオ成分があってね、キン、綺麗な音が、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。これじゃあ、ちょっとだけじゃあ、はい、腰抜くか、はい、腰抜けたら顎も抜けますね。はい、頸椎この辺も結構グダグダですね。あえてこんな感じなんですけど、天然でこの姿勢の方めちゃくちゃ今多いんで、多いですね。これでね、陰陽やったらね、ちょっと上手ね、入っちゃうんですよね。入ってますよ。僕ね、入ってはしまうので、そう、あんまり参考にはならないかもしれないですけど、そうですね、でもさっきのと比べると、4割5割は減してますよね。してますね。うん、耳がいい方だったら結構わかるかな。わかると思います。芯が抜けるみたいな状態ですね。顎も抜けちゃってるので。そうですね。で、陰陽ってまあ、普通に出したらね、そこそこ男性だったらね、そう、体の力もうそろそろないと。無理ですね。無理ですよね。多少はないと無理。多少はないと。多少はないと無理。むしろね、1オクターブ下の、例えば、E3 の、ここですら、やっぱり体は必要なんですよ。E3 大事っすよね。逆に大事だ。E3 めっちゃ大事なんですよ。綺麗にこのローポジションが出せるか。これ、入っちゃってます。もうちょっと、骨盤と首の角度、はい、胸で吸ったらここっすね。なるほどなるほど。低音域って男性ってどんどん抜いていっちゃうんですよ、うん、そうなんですよね。はい、G3 ぐらいから、これあんまり使えない音ですよね。そうですね。音としては。はい。ててても表現としてはいいけど。そう、表現としてこういう曲がね、あってもいいんですけど。じゃあ、安定的に。はい。が出てるかどうか。はい。ですね。何これ。何これ。ただ抜いて出したらいいってもんじゃないんだ。なるほどっすね。ことですね。ツヤツヤにしろっていう。そうですね。やっぱり、張りのあるというか、ちょっとこう、ツヤっとしたローポジションの音が出せる方が、曇らしていった方がやっぱいい曇りになりますよね。なるほどっすね。意図した曇りですね。そういうことですよね。できる人が曇らせるといい曇りになりますよね。そうですね。インさんとかで、今自分がどういう姿勢で、どういう息の吸い方をしているのか、はい、こっからどういう首の角度、腰の角度で音を出しているのか。はい、とかなりやすい、はい、それすごいですね。僕できないですそれ。あの、早さん今本当にここ無でしたよね。無ですね。ここ今無なんですよ。皆さんわかります？ここがね、無なんですよ。ここから声が出ることが確定してる姿勢なんですよ。そうですね。そう。で、すごいですね。で、これで、あの、普段から別に手前味噌じゃないですけれども、早さんもそうだと思うんですけど、まあ出てしまうじゃないですか。うん。入っちゃうじゃないですか。入りますね。崩してても入っちゃうじゃないですか。そうなんですよ。僕、なんかさっき、これカメラ外で、抜くチャレンジしたんですよ。抜く練習。抜けねえんですね。そうですね。それ抜けるのすごいっすね。崩しにくいですよね。すごいっすな。なぜかわかりますか？わかんない。そうやって歌ってたからです。確かに。誰よりもね、そう、発声に迷った、僕は、そういう、とか。なるほど、なるほど。そんなにやってたんで。なるほど。その感覚をね、あの、持ってるんですよ。残ってるんですよ。残してるんですよ。あ、すごい。そう。いい、あれですね。自分のプラスにあまりなんないんですけど。でもまあ、反面教師がちょっといるんですね。ずっとあるんですよね。いいですね。なので、あ、今こうやって出してますよっていうのを、ちょっとこう、とかね。いいですね、それ。やってみちゃうんですけど、これがあると、どっちに入れて。あ、すごい。決まった。皆さん、これなんですよ。なので、まあ、これをあえてずらせば、ずれた声も。出せますけど、あえてその状態でトレーニングしてたとしたら、学べるものはものすごく、と、効率が悪いと、少ないと。
怖いですね。怖いですね。そうなんです。無意識にこうやってたら。そうなんです。これでイーサンダッシュですか、僕。これで。やってみましょうか。どうやって抜けるんですか、逆に。あ、サヤさん、その抜けてるお手本ください。あーですね。すごいな。後傾させるかですか、あー、そうですね。後傾させるか前にこう ずらしてみます。あ、これいいな。はい。これ出して。あー、なるほど。ピッチの、この一定感が難しいでしょ。はい。ここで一生懸命今、とどめてますよね。なんか、はい、なんだろうな、悪いヘッドボイスみたいな感じ。なんかその、頭で声が響くみたいな。うんうん、いいんですけど、マジの悪い発声みたいな。ヘッドボイスだけど、みたいな。そうですよね。声ももちろん1オクターブ上に上がってね、イン音ぐらい結構いい音になったら、入ってくる筋肉がかなり変わります。あ、上手。でも、無理だな。そうですね。姿勢を入れてもらったら、全然また変わります。姿勢入れると、になるんですね。いい音ですよね。そうですね。まあ、このさらに1オクターブへの、はい、いいとかね。そうですね。いい語の音とか、こういうハイトーンになっていったら、もちろん、もっともっと違う結果になっていきます。そうっていうことですね。そういうこと。披露するポジションまで変わってきますよね。なるほど。この辺は、まあ、実際、ブレスであるとか姿勢を伴って発生していくと、かなり違う音になるし、違う感覚になると思います。皆さんこれ試される。いやー面白いっすね。本当に違う崩れた音、体で決まった時の、決まってる時の音が出せるかどうかやってみてください。確かに物理法則的にはね、やっぱ出ないっす。できない体から、やっぱりもうそうですよ。できない音にしか、できる方になっちゃうんですよ。そう、出そうと思ったら作れたところから、そうですよ、入っちゃいますね。そうだから、ステージングとかパフォーマンスをしてても安定してるのはなぜですかってなると、そう、崩れた状態でも入れることができるからです。そういうことですね。そういうことで入っちゃうんだよな。そう、あんま浮いてても、うん、背中が丸まってても、その時に音がめちゃくちゃ崩れてないじゃないですか。ないんですよ、ね、プロの歌手の方は。と中で入ってるんですよね、力が。そういうことです。そうですね。だから逆に言うと、安定感のある状態で日々トレーニングしてるかどうかっていうところがステージングにも現れてきます、ね。ああ、そういうことですね。直立の状態で。いうことです。なるほど。ブレスで崩すとしたらどう崩します？そうですね。一番あるのは、やっぱ上で吸っちゃって、みたいな状態。ああ、すごい。すごいですね。はい。失敗する引き出しがすごいですね、林さん。思いっきりね、肩胸に広げて、吸っちゃうと、もうここに張りが生まれるんで、この状態から、みたいな。なるほど。結構揺れやすいですよね。なるほど。上で吸っちゃうっていうのは、はい、例えばまあ、もう、すごい早口な楽曲とかね、はい、ブレスするタイミングがすごい短かったら、はい、一瞬で吸わなきゃいけない。まあそうですね。なった時には意外と、上で吸っちゃって。もう吐く時にはもう、入ってると。早口の曲ってきついですもん。難しいですよね。結局やっぱブレスのタイミングがキチキチだからなんですよね。おっしゃる通りです。はい、すぐこの時間がものすごく短いので、うん、この瞬間にしっかり下で吸えるかどうか。そうなんですよね。これちょっと確信なこと言っちゃっていいですか。はい。そういうパターンって、はい、もう吸わないんですよね。吸わないんです。これ深いところですよ。確信言っちゃいました。すみません。これね、めっちゃこれ重要級だな。これはね、ちょっとすごいですよ。はい、吸わない。吸わないんですよ。吸わないです。吸わないです。吸うんですけどね。吸うんですよ。どういうことかねってなりますよね。吸うんですよ。ほとんどね、うん、この肺の膨らまし方で言ったらね、ものすごいビビたるものなんです。はい。実は、ね、僕の感覚としては、はい、肺の形状を保ってる感じなんです。あ、それすごくいいイメージだと思います。そこが要は規定値なんですよね。そうです、そうです、そうです。毎回そこに持っていくっていう感覚を素早くできるかどうか。それを普段は触れず間に、触れず間に余裕がある場合はシュッ、ドンっていいじゃないですか。はいはいはい。でもその暇がない時は、キュッて。ワープする感じ。そうです、そうです、そうです。ヒュヒュって。そうですよね。その素早く吸えるかどうかっていうのが、また、横隔膜のこの運動だったりとか、骨盤底筋のこの収縮の具合だったりっていうところで、日々高めていると、早口の言葉であっても、一瞬にしていい呼吸っていうのは、本番で生きるわけですね。そうです。生み出す、まあその休憩の時点でね、生み出せるんですけども、なるほど。そう、ここは早口の言葉、まあ、の楽曲最近多いんで、うん、どんどん上で吸っていくと、多いっすよね。そう、音域的に全然自分の中でセーフでも、もう体力的にもうアウトになっていくっていうのは、これもやっぱりあるんで。なるほど。意外とすっごくこの空気のこの大きさで言ったら、そうなんですよ。そうなんですよ。ピッて吸う。
そうなんですよ。量が少ないってことじゃないんですよ。そう、難しいとこですね。そう、めっちゃ吸ってるんですよ。一瞬にしてね。一瞬にして大量に吸ってるんですけど、うん、一つ吸っとみたいな。そういうことですね。すげえ速いフックみたいな感じ。あ、そう、めっちゃコンパクトな動きでやってるかどうかっていうところですね。コンパクトにめっちゃ強い攻撃を打ってるみたいな。そういうことですね。そういうことですね。感じですよね。ノーモーションのフックみたいな。そういうことですね。右ストレート打てた人が右でジャブ打つ。あ、そう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 。ストレート気味のジャブが来るみたいな。そんな感じです。パチンが強い。強いみたいな感じですよね。状態ですね。こんな感じがベストですよね。こういうのもやっぱりね、あの、呼吸の仕方であるとか、姿勢が崩れたところで、それ同じこと、同じクオリティでできるかって言ったら、これまた相当難しいというか、まあ、ほぼ無理。確かに。ということに。確かに。なっていくと思います。なるほどですね。はい。実際音でも皆さん確かめてもらって。なるほどですね。出し心地にも確かめてもらって。そういうことです。そういうことですよね。はい。今、E さんとかでやりましたけど、別にどこでもいい。どこでもいいです。音が高い音でも同じだと思います。男性だったら、E さん、E4 ぐらいで比較するといいかも。かね、E3 から E4 の間ぐらいみたいな。かもしれないですね。女性だったら B4 じゃない、B3。B3 から、そうだな、A4 とかぐらいの間がいいんじゃないですかね。うん、大体、と思います。生育的にはそんぐらいだと思うので。そうですね。まあ、遊ぶぐらいで。そうですよね。やってみるといいかもしれない。あ、この遊びだと思ってください。そうですよね。もう、楽しみながら遊びです。そうですよね。この姿勢だと声出ん。この姿勢だと出る。このブレスだと出る。出ないみたいな。こんな感じでなんか遊びながらやるといいんじゃないでしょうか。そういうことです。こんな感じですかね。はい。超ラフな。はい。マジで本当に急に回していいですかって回した動画なんで。はい。はやさんもぜひ、SNS とかチェックしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。超適当に。すいません。ありがとうございます。